で最初はやっぱホイさん。これはすごい。これはすごい。最後にライフソング歌う機会ができたっぽいんで、お前ら来いよ。10人とか20人しか来なかった。ビッグマイルのレッツゴーゲレット中学生を乗せるの200人も入るような会場なのに15人しかお客さんが来んくて、ガラガラの会場でその15人に向かって、俺には夢があるみたいな、ドームでライブやりたいんだみたいな、生きるわけねえだろみたいな感じで見られるわけよ。ドームやる、みんな好き、本当にやるけど今回すんなよ。おかしい、フォイがどんなリアクションを取ってるか全然わかんないけど、おめでとうとお祝いしてあげたいなと思ってます。すげえ、おめでとう、おめでとう、おめでとう、頑張ったよお前は。いや、社長のおかげよ、頑張ったよ、社長のおかげだ。これは衝撃的だよ。これはすごい。すげえ。 2days 2days 7万人。7万。動画見た。感動しすぎたよ。やば。埋まろうが埋まらないか関係ねえ。あれだけよ。貸してくれたんですか。貸してくれた。いや本当にすごかった。だって俺ら幕張やったやん。なんでレペゼン地区に幕張貸すんだっていうアンチが幕張に電話かけて、結構何件も入って、それが業界に知れ渡って、こいつは果たして貸していいのかみたいな、なんか貸しやりたいみたいな。やば。いやーこれはマジで。じゃあそんな感じで、はい、次は銀太かな、やっぱ。でもね、活動休止の動画めっちゃいいのできて、見せてください。もうファンの気持ちで見てほしい。最後にライフソング歌う機会ができたっぽいんで、お前ら来いよ。楽しみ、あいつのリアクションが。だって僕と銀太だって最初に沖縄でライブした時、泊まる金なくてラブホの駐車場で寝たすも車止めまくりした。俺が草むらで寝たすやん。成り上がったね。マジで嬉しい。めっちゃいいや、ちょっと涙出たし。めっちゃ重い。おめでとう、おめでとう銀太。やったぜ、銀太。俺らやったぜ。嬉しい。やばー。普通に涙出たし。いや、やばい。嬉しい。いや、やばい。こんなんやばいけど、普通にやばいやばい。おめでとう。めっちゃ嬉しい。頑張りましょう、みんな。いつも感覚。最後に、ライフソング歌う機会ができたっぽいんで、お前ら来いよ。中学生を乗せるの。おめでとう、おめでとう。
ビュー、ビューおめでとう、ビューおめでとう、普通におめでとう、おめでとう、普通に泣いたし、普通に泣いた、泣いた、おめでとう。いや普通に動画に感動しすぎてやばい。それはそう、ついにドーム頑張ろう、頑張ろう、やったよ。新メンバー、新メンバー言われてなんかちょっとアウェイ感じ取った日もあると思うけど、そう、お前が頑張ったのは知っとよ。しかも最初からおるけんね、こいつは。ちなみにレペゼンに入ったのが遅かっただけで、そう、ずっとエールフーデーも一緒に働きよったし、そう、博多ライフで集客もしよったし、おめでとう。言葉が何も出なかったもん。めっちゃ嬉しい。よかったやろ。やばい、嬉しい。マジ感動した。なんで活動休止すると思っとったの？本当に理由ないと思えたの？俺は思っとった。俺も思っとった。やろうね。え、4月30日ですか？これ出すの。そう、4月30日。早く出したいわ。早く出したい。やばいよね。ちょっと一人で見てほしいから。最後にライフソング歌う機会ができたっぽいんで、お前ら来いよ。何？ドッキリ？何？何なんだ？見終わったよ。おめでとう！絶対ドッキリやと思ったマジ？いやもう、いやでもこれドッキリじゃないの。ええ、本当にやれてよ。え本当よ。え、そうなの。え、そうよ。えマジ？え、そうよ。これ30日よ、公開される。やばマジ。そう、やばめちゃくちゃ感動したよ俺。そう、イベントの時代から。そう、イベントの時代から僕 DJ やる前からドームって言ってたんですよ、実は。へー、え、レベゼン作る前から。前からイベントの時から。イベントで絶対ドーム。ああ、なるほどなるほど。そっからやっとドームできたね。そう、泣きそうやもん今。泣いていいんだよ今日は。泣いていいよ。いやいやいや、いいよ。もうすごい、いや、しかも泣きそう。とりあえず脇は本当にずーっと、もうマジ最初からオーケー。最初に俺、会社、地元の友達を作ってみ、そいつら辞めていくシーンとか見てるんですよ。オワコンだ、オワコンだとか言われて、借金だらけだとか言って、マジみんな辞めていったよね。やばかったっすね。当時のスタッフ数とか、本当に。300、400とか。で、また復活するって言って、エルフ立てて、俺がもうレペゼンやるんだ、みたいな。うんうん、ちょっと店長へ任したい、みたいな。最初、バーとかに住めたもんね。そうっすね。ずっと働きよったっすね。一生懸命売り上げ作ってくれよって。で、やっと、レペゼンで食えるようになってきたけん、うん、もう、エルフも閉めよう、みたいな。お前も東京来いよみたいな。でセカンドツアーまで脇がエントランスでグッズ売りよったもんね。めちゃくちゃ懐かしい。とうとうドームっすね。そうよ、めちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい俺は。やば、まあ、まあ、頑張ろう。頑張りましょう、マジで。のね、社長の夢のドームが開催されるんで、ついてきてよかったっす、本当に。本当についてきてよかった。何回悩んだことか。マジで嬉しいっす。頑張ってよかったっす、本当に。社長いつもありがとう。そして俺も、メンバーみんなありがとう。福西さん、楽しみに。来てください。